日の研究テーマは、このテンション久々にやったよ。いや、久々に。なんて書いてあるのか全然。これも読めねえな。今日何よ。あ、本当になんて書いてあるか分かんないですか今。うん、なんかノリでやっちゃったけどさ、何にも聞かされてなくここに立ってますから。今日はですね、中堅さん今年に入って。ちょっと待って。何でしょう。君誰？あ、農場ジョーです。農場ジョー。知らないの。初めて聞いた。あったことある？ありますね。結構あるんだ。一緒に何かトイレ撮影行ったりとかしました。今年に入って中堅さん久々にノートを更新されましたよね。久々にね。ノートを更新しましたけども、はい、テーマ室内射精障害についてだったと思うんですけど、はい、おお、そうか、今この字なんだよね、膣っていう字ないですよね。そうなんですよね、室内射精障害、はい、まあ、あれ販売されてると思うんですけど、ええ、ちょっと全部教えてください。なんでだよ。だってあれは僕の全ての情報を詰め込んだのよ。そうですよね。こういう仕事してると毎日、はい、いろんな性の悩みが届くんだけど、膣内射精障害がすごく多いの。でそのたんびに返してたらもう切りないから、はい、でもこの記事読んでください、全部書いてありますって言って、はい、それを買ってくださってる方たちいるのよ、うんうん、なんでどうした。全部教えてください。バカ野郎。帰るぞ。帰るぞ。スタート強すぎて言えない。膣内射精障害は、はい、オナニーではいけるんだけど、女性とのセックスでいけないっていう。どうやって克服していったらいいんでしょうか。これね、これ YouTube でしょ。 YouTube です。これツベで言えることと言えないことがありますよ、うん、で大体ね、悩みの克服って日本柱でやっていくのがいいと思ってる、はい、それは即効性と、はい、即効性の逆なんていう、治療、遅効性、遅効性っていうの、遅効性っていうの、そっか、遅効性、じゃあ遅効性、やらしい、ちょっとやらしいです。最近あのエスペラント語って世界共通語があるじゃないですか。あれのありがとうって断コンって言うんだって。どうでもいい話よ。全て言えない即効性のやつは、まあ、このノートに書いてありますから、うんうん、そちらを読んでもらって、この遅効性でもう今日から始めた方がいいであろうこと、まずね、はい、名前なんだっけ。農場ジョーです。農場ジョー、はい、農場さんは何だと思いますか、はい、室内射精障害の克服法。やった方がいいこと、今までいろいろ教えてもらって、行くんだという気持ち、素晴らしいね。これ丸です。丸、うん、あと何かありますか。もしか原因とかね、なんでこういう原因を。分かんないですけど、オナニーしすぎとか。オナニーしすぎ、はい、これは三角だもんね。三角。よく言われてるのが、はい、床を直してしまいましたとか、うちらのスタッフもいたじゃない。いましたね。少しでもセックスの形に近づきたいからこうやってさやるってね。で、あだ名が軍人になったっていう。そういうスタッフさんが床女とか強すぎる握りで鈍感になってしまう。あ、これ違います。間違いです。原因じゃないです。原因じゃないです。え、なんかもう泌尿器科の先生に聞きました、はい、こんなね、感覚が鈍感になるほど強い刺激でペニス刺激したら折れちゃいますよ、陰茎切除になりますとか。これは原因じゃないのよ。それはあなたの精神の弱さをここに押し込めてるだけなんです。気持ちの弱い人は、僕床をなしてるから膣内でいけないんだなって気持ちが出ちゃってんだよ。言葉未来作るでしょ、はい、今日射精できるかなって思ってる人に射精できる未来ないのよ。ということで、これ見てる人、床をなすするに、これが別に原因なわけじゃん。これをやることによって自分が、あ、もしかしたら射精できないかなっていう不安な気持ちがあなたを膣内射精障害にさせてるんですよということです。はい、はい、皆さんぶっかけ AV でぶっかけ見ます。うん、そうですね。チル男優が、まあ、女優さんがいてね、監督がじゃあ行っていいよってゴーサインを出す、うん、するとシャカ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 行きますって、一人が行くって言うとみんな行っちゃうの、うん、それ行くっていう言葉に釣られちゃう。AV 見てる時にやって、男優があ行きそう行きそう行きそうって言ったら、多分オナニーしてる人もあー釣られて行くじゃん。これ釣られ行きって言うんだよ。釣られ、だいたいね 1,2,3 番目ぐらい釣られ行きは取れるんだけど、
C5 ぐらいになってくるともうみんなぎゅうぎゅうにやってるからさカメラ入れないのよ。でも釣られて行っちゃってるからもうここが出てるの。すいません、ポタポタポタでこれやってパッてやって君顔にかかってないねっつでギャラなしだっつ、それ死にザーメンって言います。まあこんなことはないと思いますけども、死にザーメンみたいなねシチュエーションはないと思いますが、これを見てる人は脳を騙しましょうっていう、まあ、あとは不安っていうのは、うん、あ例えばですよ、今日の下着ダセーな俺、あと、チンコ洗ってね足臭い、僕はいつも言ってます、うん、人が死ぬ時と税務署とセックスは突然やってくる、だからセックスも突然やってくるんですよ、うん、そういう時にこの不安要素をあらかじめ消せるものがあれば行きたいという気持ちを大きく持てるということです。邪魔しなくなる、そういうこと、ね、あと何があるかな、何がありますその帽子、そもそも立たないとか、立たないはそもそも立たないそもそも立たないはもう筋トレしてくれ、筋トレ動画ありますんでよろしかったら概要欄の方書いてありますからね、筋トレと、はい、マスクマン、今の時代みんなマスクマン無駄毛の処理とか、無駄毛の処理、そうだよね、具体的にこうどう結構洗ってないか、これは、はい、飲み屋とか飯屋で、あれ今日ちょっとなるかもしんねえな、その気じゃなかったらなるかもしんねえなって言ったら、男性用トイレ行くじゃん、うんこそこ入ってビデオしてチンコを下にグイーってやってさ仮回りをこうやってウォシュレットで洗うとかね、で血をさこうやってスッスッスッ、ここでシャワーするっていうのがいいと思います。洗うのはまあそうやって洗えばいいかもしれないですけど、うん、洗ってもこれ匂いとかがやっぱ不安で、そうなんですよ、ですよね、うん、これね、はい、これちょっと重要さんおすすめのやつ、はい、これはケアミストっていうものですね、ああ開けるでしょ、うん、こういうスプレー、そう、うん、これをミンティアみたいにね、ケースからポッケに、あ、入れとけ、ああということで、はい、まあ、これを脇にもいいな、あ、脇もいけるんですか、なんすか、匂いが使えなくなってくる、そう、で、これ除菌消臭もあるから、うん、10時間ぐらい続くらしい、すごくない、朝やっとけば、朝やってもいいし、なんかさ、座敷入った時に足ヌルヌルする時あるじゃん、足の指が、はい、できるのでめちゃくちゃ重宝しますね、いい匂いなんですか、自然な匂い、うーん、なんか洗濯物かな、おちょっと匂い臭いなと思う時に香水上乗せするとより変な匂いになったりしますね、という感じではなくて、あ、なんか洗濯物匂いだなっていう感じがするんで、これ持っとけば不安な気持ちが、これでも相当使える、拭えると、相当使える、セックスの時じゃなくてもいいけど、マジで飯食う時、座席上がる時、人ん家上がる時とかに足、ということで、まあ、僕は新しくノートを書いて膣内射精障害について語りました。膣内射精障害克服するにはどうしたらいいんですか、行くという気持ちが大事、床もな強すぎるオナニーが鈍感にさせてるわけではなくて、行くという気持ちを強く持てば克服できる、脳は騙せます、その中で不安という気持ちを除外するために、まあオナニーしすぎてるんだったらオナニーをちょっと控えてもいいでしょう、今日の下着ダセーなと思ったら下着を新しく買うのもいいでしょう、チンコ洗ってね足臭いなと思ったらこのケアミストいいでしょう、そもそも立たないっすって言ったらチントレがあります、チントレにはこれバイテラーさんから出てるこのいいよね、マジでこれいいんだよねマジで、本館ローション、この使い方概要欄の方にチントレ載ってますからね、ガチなんだよ、もうこれやってりゃ大丈夫よ、俺こんなにやってんだからダメなわけねえじゃんみたいな、でダメでもそこは落ち込まないの、そういう日もあるで片付け、気にしすぎない、忘れる力ってのはすごく大事ですから、ということでね、いろいろと僕こういうこと言ってきましたけども、これこの映像皆さん見えてるのかな見えてるのでしょうか、なんかほら映画とかでね、この映像を見てるってことは僕が死んだっていうことですよねみたいなところがありますよね、この映像見れてるということは消されてないっていうことです。さあ、このケアミストがどれぐらいの効果があるのかっていうのを実験したいと思います。実験、どういう実験だと思います、でもこうシュッとやって匂い嗅いでみるとかですね、腕とかにこうして、いいえ、今から男たちの肛門につけますつけてない人とつけてる人で、どの男の肛門がつけてて、どの人がつけてないのかって言われましょう、マジで俺たち股間にさっきシュッシュやっちゃったからさ、あ、そうか、股間の匂い当てだとバレちゃうんだ、肛門は俺まださ生だ、さっきクソついて拭いてねえから、え、ここ古い建物でウォシュレットなくてもういいやって諦めてさ入っちゃったの
え？ムキュンくんですか？ということで、どうすんですか？石橋くん、名前なんだっけ？石橋は覚えて、農場覚えてる。農場、珍しい名前なんだよ。じゃんけんしましょう。じゃんけんして、はい、勝った人がケツの穴を匂う神役です。うん、だから勝った瞬間に、はい、よっしゃー嗅いでやるって、はい、親が見ませんよね。ちなみにですけど、嗅ぎたいっていうか嗅がれたくない方が僕は強いんで、今ここで嗅ぎますと立候補するのはありでしょうか？なしです。なしですね。嗅がれたくないんでしょ？嗅がれたくない。嗅がれたじゃあ君は嗅がれられ役に決定だ。なんでですか？ちょっと待ってください。そんなこと言ったらそうなるで決まる。このリアクションが欲しいんだもんね。え、だって自信ないの？いや、マジでちょっとないっす。俺でもさ、書きたくねえな。じゃ勝った人が嗅ぐ。勝った人が嗅ぐ。はい、了解です。じゃあチョキ出しちゃおう。うわ、そういうの言うの話ですよ。最初は古いけど。はい。最初はグッジャンケンファイ。ちょっと待ってください。僕冷静になったんですけど、どっちも嫌だからなんかわからないです。わかんない。負けていいのか。せー、最初はグッジャンケンファイ。どういうことだ？嗅がれる。嗅がれるな。最悪や。で、俺が負けりゃいいんだ。負け、最初はグッジャンケンファイ。うわうわわかんない。ちょっと待ってくださいね。うわうわオッケーオッケー。あら。くわうるさ。ちょっと待ってください。うわあ、ああ、やった？もう吹いた？はい、やりました。じゃあって待って。はい、じゃあ二人行くよ。はい、せーの、オープン！うわ、汚ねー！どっちが汚い？二人ともだよ、汚ねー！うわー、汚ねー！うわー、汚ねー！なんでそんなお席の跡みたいな、うわ、汚ねー！だねー。はい、ケツ突き出して、ケツ突き出して自分でこうやってやってる。やだーだー。何だよ。俺触りたくないの。俺こうやって触りたくないの。肉まんみたいにこうやってなんか割ってるような感じになってるから。あ、マジで吐き気する。吐くかもしれない。吐きすぎ。なんだろう。違うんだよな。早くやだめ。俺だってやなんだよ。俺だって嫌なんで早く出せよ。出せなさいよ。そりゃそう。さあ、クイズです。どっちがケアミスをかけたでしょう？ですね、かけたのはノジョさんです。正解です。何嗅がされたんだよ俺。くっさ。すごいね、殺傷能力。しかも今日走ってきたんで、ちょっと血汗も結構。あと血毛すごい直毛だね。あ、じゃあ男性ホルモン少ないのかもしれない。少ないかもしれない。陰毛でわかるからね、性欲の強さ。トラウマだ俺。はい、効果すごかったです。動画いいなと思ったら、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。また僕ね、男女の中研究所っていうオンラインサロンやってます。そこではもう毎日のようにみんなディスカッションしてますから、よかったら覗いてみてください。全部概要欄書いてあります。ということで、よっしゃ。